会議所通り、岡崎商工会議所2017年4月17日に、新築移転した豊川信用金庫岡崎支店、スターバックス岡崎辰美店会議所通りとは、愛知県岡崎市にある辰美級の丘陵地帯を、東西に横断する岡崎市の指導の通称名である。1965年から1988年に、かけて都市計画道路を、 町の基幹道路とした、流妙岡土地区画整理事業が施行された。計画当時、無秩序な宅地造成が予想されていた中、健全な市街地の基礎的整備が図られた。その中で、現在の大西と辰巳西とを接続するように配置された区画道路である。辰巳急を南北に走る流妙岡ポプラ通りも、この時期に造成された基幹道路の一つである。 もともとこの地域は樹木の生い茂る丘陵地帯であった。現在でも竜三岡公園は公園として整備されてはいるものの、昔の山林だった頃の状態を残している。この地域一帯の約8割ほどの面積が山林であったが、区画整理により、基幹道路をはじめとして、学校、公園、医師会館、宅地などが次々と整備されていった。それ以前は、 竜、三岡という地名ではなかった。会議所通りを通る地域は、元は、神殿、長乳、棚田、大成町にたまた、明大寺町坂下、城奈良市下奈良などの地名であった。岡崎市の安定した河口岩地盤の上に造成され、市街地に隣接した良好な住宅地域となった。2000年に、 岡崎商工会議所から国道248号交差点を挟んですぐ目の前に4モール岡崎がグランドオープンして以降は徐々に商工会議所周辺に商業施設が目立ちつつある。ありがとうございます。